安心していてくださいね。ぐふふ。うわ、危険。逃げてー。あゆな、起きて。ねえ、起きて。起きてったら、誰？シルビア？なんとなくそうやと思ったよ。あゆなちわーん。キモいよー。美女に起こされたかったよー。よ、あゆな。お目覚めのところすまないが、闘技場に急いだ方が良さそうだ。お、なになに、何があった？お預けになった表彰式を今日やるんだってよ。さあ、早く行こうぜ。あ、マジか。あ、そういえばそんなことになっとったっけ。めっちゃウキウキしとるね。表彰式頑張ってね、アイナちゃん。観客席から優勝見守ってるわ。頑張るも何もね、受け取るだけやし。もう戦いがあるわけじゃないもんね。有名なお金持ち、手元に所持している額が3万ゴールド以上となったものに贈られる称号。別に有名かどうかは知らんけども。有名かどうかは知らんけども。お外よね。へいへい。あれ？ルーキーったらこんなところで一体何してるんです？はは、さては寝坊しましたね。何ルーキーって。ほらほら、表彰式の会場に急いでください。グレイグゾーンの下の受付の人に言えば案内してもらえますからね。私のことルーキーって。何？どこよ？こっちか。この、違う、こっちじゃない。こっちか。この上？合ってます？グロッタの街上層。あ、ここか。あなたですか？ここから先は闘技場の観客席さ。悪いけど試合がない時は通すわけにはいかないんだ。観客席やった。ということ、あ、こっちか。こっちだね。オッケー、オッケー。あ、無事？捕まっとったんやね、あんた。ベローン、ベロローン。魔物にエキスを取られたからか。食べても食べても腹が減るベローン。もともとそんな感じなような気がするけど違うんかな。面白い大会だったわ。それはよかった。それはよかったよ。なんか綺麗なお姉さん発見。占い師？パフ、パフパフやった。してくしてく。気軽にパフパフ。パフリンコ。なになになに？パフチュスーや。どういう、なに？呪文？はい、おしまい。今のはね、女の子にモテるようになるパフパフのおまじないよ。おぉ。これからは自信を持って生きていってね。ありがとう。何覗いてんの？お二人が戻ってきたー。あ、なるほどね。そういう。あー、ビビアン様、サイデリア様。闘技場に咲く二つの大輪の花が、また華麗に咲いておられる。私、お二人の一ファンとして、もう二度と目を離さぬゆえ、安心していてくださいね。ぐふふ。うわ、危険。逃げてー。逃げてー。怖いのが見てる。あんな魔物に捕まるなんて、あたいまだまだ修行が足りないな。今度来たらぶちのめしてやる。かっこいいね。僕ちゃんが助けてくれなかったら、ビビアンちゃん今頃液晶を絞り取られて、シワシワのおばあちゃんになったかも。ありがとね、僕ちゃん。俺にパフパフしてあげちゃおうかな。あら、かわいく。あら、赤くなっちゃって、かわいいわん。一年一年二回もパフパフを。でもってどこなのさ。どこよ。なんかお店の人間にイチャモンつけよる。今度はアイラだと？何が。アユナグッズは売れてるのに。どうして俺のグッズはまだこんなに売れ残ってるんだよ。あ、お前はアユナ。お前ちょっと俺を助けたからっていい気になってやがるだろう。お？俺はお礼なんかしないからな。それどころか、強者のエキスを手に入れてお礼参りしてやるから確保してけよ。何それ、アユナグッズ売れよん。ちょっと勘弁してくださいよ。他のお客様に迷惑ですから。アユナグッズやって、アユナグッズいいね。みんな買ってね。みんな買ってね。で、どこなの結局。一周してきてしまった。よくわからないんですが、いらっしゃいませ。おう、アイナ様ではないですか。みんなあなたに会いたがっていますから、ぜひその勇姿を見せてあげてくださいませ。はぁ、あ。あ、これ？え、これ何？これ何？なんか、ろうそくがいっぱい、ろうそくがいっぱいあったけど。いやあ、私この街めっちゃ迷子になるわ。あ、あっこか。あの真ん中のところか。何やってんの、壁に向かって。
わーい、今日は表彰式するんだって。表彰式って何？表彰式は表彰、あ、ここ上がれる。表彰式は表彰式だよ。お姉さん。ああ、舞踏会が終わってしまったわ。当分鍛え抜かれた筋肉とぶつかり合いをこの目で見ることはできないのね。はあ。そういう悩み。お、宝箱こんなところにある。やったー、ゲットー。800ゴールド。お、お前、撃てないんだよね。あ、これ破壊できるやん。何やってんの、怖いよ。はあ。すいません、そっとしておいてください。私なんて、こういう狭い場所で一人ぼっちでいるのがお似合いなんです。はあ、ハンフリーさんが羨ましい。闘技場の闘士としての栄光なんて、私には夢のまた夢だ。とりあえず、もうちょっとさっぱりした方がいいんじゃない？なんかちょっともっさりしとるし。そういうことじゃない？そういうことじゃないかな。ここだな。はい。やっとたどり着いた。おっと、エイナさん。闘技場へ行く前に、まずは受付に行って話を聞いてくれ。一応表彰式に出席する人は、チェックする決まりになってるんだ。受付はエレベーター裏にあるからな。あ、マジか、ごめんね。受付に話をしてからね。オッケー、オッケー。受付。めっちゃ素通りしてきてしまった。はい。あ、アイラ様、お待ちしておりました。ハンフリー様の体調も回復したので、これより表彰式を行いたいと思います。それでは早速、係の者が会場の闘技場までご案内しますので、お手数ですが、ご足労願います。あ、私自分で行こうとしよったわ。お、表彰式。あれ、外暗くなかったっけ？これは上か。大いに盛り上がった仮面舞踏会も、いよいよ終わりの時を迎えました。それでは改めて表彰式を行います。ハンフリー、アイナチーム、どうぞ舞台へ。また仮面つけるんやね。結局また仮面つけるんや。それでは優勝商品の、お？ちょっと待ってくれ。なになに？辞退する？私は受け取るよ。本来表彰式ってのは、場が温まってる時にやるものだ。お客さんもこれじゃ盛り上がらない。なになに？そこで提案だが、え？戦う？あゆな、優勝商品をかけて、エキシビションマッチをやろうぜ。エキシビションマッチ。どちらが上か、白黒つけようじゃないか。いや、こっちでしょ。あなた、弱いでしょ。だって、エキスを飲んでいたんだもの。まさかのエキシビションマッチの提案に、会場も大いに盛り上がっています。さすがはチャンピオン、心得ています。あ、結局、真実は教えんわけやね、みんなに。これでもう、後には引けなくなったな。それで弱いとこ見せちゃったらどうすんのよ、ハンフリーさん。みんなをがっかりさせるよ。なんてな。もう俺はエキスなんかには頼らない。正々堂々勝負するとしよう。行くぞ、アイナ。勝っても負けても恨みくなしだぜ。いや、勝ちますから、私。勝ちますから。エキス使ってた人間には負けませんから。さあ、そっか、1対1か。1対1か、そういえば忘れとったわ。じゃあ、ちゃんと体力とか見とかんと、回復してくれる人はおらんわけだね。オッケー、オッケー。全然、え、何、どうした？ハンフリーさん。いや、弱すぎー。弱すぎー。これ、花持たせてあげた方が絶対よかったやろ。みんなし、ってなるやん、逆に。温まるどころか。勝負あり。勝者、アユナ。あ、ハンフリー、なんだか弱くないか？ほら、一体どうしてまったんだろう。お見事。エキスを飲まなかったらオレンジ白くなんてこんなもんだ。観客のみんなも分かっただろう。チャンピオンという名誉を受け取れるほど、俺は実力もなければ立派な人間でもない。商品はお前が受け取る方がふさわしい。お前たちのおかげで、格闘家としてのリゴシンを取り戻したような気がする。気づかせてくれてありがとな。なんか悲しいんだけど。ほら、ハンフリー、かっこよかったぞ。ハンフリー、今までいい試合を見せてくれて、ありがとな。あんたは立派なチャンピオンだったぜ。おお、観客たちめっちゃいい人だやん。ハンフリー、ハンフリー、
ハンフリー。ほら、めっちゃいい人たちよ。泣けるね、それは。それでは、チャンピオンであるアイナさんに、優勝商品である虹色の枝の贈呈を。大変です。何、今度は何、どうした。虹色の枝が盗まれてしまいました。虹色の枝があった場所にはこの仮面が。誰、何、マルティナ。この手紙はあなた宛てのようです。お、アユナ、ユグナー城を後にてお主を待つ。見せたいものがあるでな。それまで虹色の枝はお預けじゃ。ロー。なんと、最後に思わぬ大波乱。優勝商品の虹色の枝が、ロー選手によって盗まれてしまいました。果たしてアユナさんは、ユグナー城を後で虹色の枝を取り返すことができるのでしょうか。でもそれってさ、そこまで追ってくれんかったらさ、ね、みんな行方気になるやんね。ちょっと、テレビカメラ密着しようよ。ユグノア、それって、アイナちゃんの故郷なんじゃ。お？ユグノア、どこユグノアって。故郷なん、マジで？ユグノア城跡ってあの通り過ぎてきたとこよね。舞踏会のチャンピオン。前回大会の覇者、ハンフリーに勝利し、仮面舞踏会のチャンピオンとなった勇者に贈られる称号。ねえ、何してくれてんのよ。アイナ様、誠に申し訳ございません。今回優勝商品が盗まれたのは、ひとえに我ら運営側のミスでございます。なんとお詫びしたらよいのやら。しかし、盗まれた商品につきましては、こちらでは責任を負いかねます。すみませんが、そういう規則ですので。確か犯人は、ユグノア城を後で待つ。手紙にはそう書かれておりましたし、そちらに向かって見てはいかがですかね。いかがですかね、じゃねえわ。ユグノア城の跡地は、ここより南西の地。あの辺りは強い魔物が出ると聞きますので、お気をつけていってらっしゃいませ。あ、なに、この先にある場所？通り過ぎてきた場所ではないのか。今回は、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。